三重海軍所跡。写真奥は、早津江川下流で、有明海へつながる。三重海軍所を探し内の三重海軍所の一三十津海軍所は、佐賀県佐賀市川添町大和早津江畑元海軍所に所在し、佐賀藩が1858年に、佐賀藩が以前からあった、三船屋を拡張して設置した海軍の伝習機関である。1859年には、幕府の 長崎海軍伝習所閉鎖に伴い、長崎海軍伝習所で学ばせていた多くの佐賀藩士の士官教育を継続するためと所有する西洋船の修理状等が必要となったため、従来からあった施設の範囲と機能を増設した。海軍所では航海、造船、鉄砲等の学科や技術教育が行われたほか、蒸気船、西洋試験船等の根拠地として蒸気船の修理、 製造が行われ、オランダ製の木造帆舟であるヒュンマルや木造スクリュー蒸気船である電流丸、木造外輪蒸気船、観光丸等が運用されていた。佐賀藩士が長崎海軍練習所で建造した木造ホブネアシ舟、明日、風丸もあった。1865年には国産初の実用蒸気船である両風丸を完成させたと言われる。三重海軍署跡は、 発掘調査や文献調査の成果から明らかになった運用方法から、船谷地区、稽古場地区、む復城地区の3地区に分かれることが調査報告書に記載されている。船谷地区は、三越が佐賀藩洋式艦隊運用根拠地となる以前から、使用されていた藩の和船運用施設の一つであった。蒸気船建造計画の際にはこの地区に採掘場や、 材木置き場等を建設する予定であったことが当時の絵図から推定されている。ただし、この計画はこの時は実行に移されなかった。稽古場地区は銃刀を用いた超連施設。小さ副城地区は洋式線の金属部品製作加工を行った製作場とドライドックのあった小お副城から構成される。三重海軍所は船屋地区、稽古場地区、 治む福城地区の順に段階的に拡張整備されていったようである。両風丸は佐賀藩が1865年に竣工させた蒸気船。2009年度から2014年度に発掘調査が継続的に実施されている。特に洋式船の修理部品の製作を行った製作場とドライドックが発見された修復城地区の調査では多くの成果が報告されている。 二連の石組み以降や包茎炉、ルツボ炉、イコミ状等の複数の金属生産以降が検出されたほか、大型廃棄土光から金属加熱、溶解炉で排出された金属カスや木炭、炉壁、歯口、イン型、ルツボ、炭造白片等が多量に出土したと報告され、鉄の炭野や鉄や銅合金の鋳造による船舶部品製造が 盛んに行われていたものと考えられている。これらの調査成果は、当時最新鋭の蒸気船を運用した三重海軍署跡が江戸時代に培われた在来の技術を多用していたことを示しており、近代日本成立への歴史的変遷過程をたどる上で具体例を示す貴重な資料となっている。蒸気艦ボイラー組み立ての困難な作業を物語る。 大型鉄病製作場で出土した注目される異物として様々な規格の鉄病が数多く出土したことが報告されている。このうち大型の鉄病はボイラー鉄板圧着に鉄病で使用された可能性が高い。病打ちは灼熱させた病を短時間で鉄板に圧着させる熟練工で蒸気ボイラー組み立て等に当時不可欠であった。文献調査成果では 佐賀藩所有の電流丸や幕府軍艦、千代田系のボイラー製造記事が紹介されている。ボイラー製造作業には佐賀藩の清錬法に席を置いていた田中久重が深く関わったとことが報告されている。ただ、蒸気船ボイラーのような大規模な鉄製部品の組み立てには大きな苦労が伴ったようである。このことは鉄病を鉄板に圧着できず、 タガネで頭部を取り外した破損品が多量に出土していることから伺えるらしい。病打ちは灼熱させた病を短時間で鉄板に圧着させる熟練工で失敗したらやり直しはできず廃棄するしかない。破損した病は当時の日本で誰も経験したことがないような作業を失敗を繰り返しながら取り組んでいった様子を象徴する出土異物と言える。 発掘調査で出土した鉄病と、ボルトナットインチ規格のボルトボルトが、六角ナットに挿入した状態で出土しており、微物切断面には、ネジ山が明瞭に残存している。ボルトネジ山の規格は当時イギリス等で使用されたものであることが報告されている。出土位置や創位から三重津海軍の稼働時期でも、後期段階のもので、当時、佐賀藩が購入して運用していた。 イギリス蒸気船部品の可能性もあるとのことである。鉄病、ボルトともに科学分析が実施されており、溶鉄による製品との結果が報告されている。鉄病、ボルトは在来技術でできないオサムセン作業には、海外の技術や材料、部品も積極的に取り込んで試行錯誤しつつ実施していたことを示す重要内物といえる。 ドライドックの木製側壁枠組丸太材と木杭、板材を重横上下に複雑に組み合わせた木組骨格を有する階段状況壁が発見された。以降の規模や広報は下記の通り報告されている。規模、編集深さ3.5メートルほど、幅24.5メートルほど、長さ60メートル以上で車路が存在する。当時の文献記録調査と、 河川管満水位等の地理的条件調査を通して、選挙の拒壁部と認定され、国内で現存する最古の管選挙として、近年位置づけられた。広報、編集ドック巨壁では縦横に連結して、階段状に組んだ木製骨格の内部に粘土と砂を交互に積み重ねて、成型する広報が用いられた。巨壁底面及び拒定には、破砕貝殻を詰めた、 高果面が確認されている。同様の意向はこれまでの遺跡調査で検出されたことはないとのことである。木組骨格は城郭や大名屋敷、ため池帝等の地盤補強に用いられた枠工法といわれる在来土木工法に一見類似するが、複数段に積み上げられている手にや木組、接続方法に違いも見られ、一概に在来技法を応用したと言えるものではないらしい。 当時、佐賀藩士は、長崎海軍伝習所等を通じて、海外情報にもいち早く通じていたことから、石以外の素材で構築された、ドック建造技術を取り入れた可能性も考えられ、今後のさらなる比較検証が必要とのことである。実際、同時代の中国沿岸や豪州には、そのようなドックが存在している。また、ドック運用当時、木製骨格内や上面は、 土砂で覆われているため露出していない。このため、ドック外見は土に覆われた階段状ドックに見えていたことになる。同時代に北米島に存在したシンプソン式木製ドライドックや明治期に大阪アジガー河口に設けられた木製ドライドックは木材が全体を覆っていることを考えると、見えつのものは木製ドックとは一概には呼べない。技術的系譜 編集発掘調査報告書には、このような得意なドライドック構造が採用された理由として、下記のような複数の見解が存在していることが報告されている。佐賀藩が有した土木技術の面からの見解佐賀藩に伝統的に土と木を多用する土木技術の歴史応用を例に挙げる。予算を考慮して安価な材料を使用したとする見解見えずにドックを、 急遽構築せねばならなくなり、臨時的な構造物として安価な材料を使用したとする。ドックを構築する地盤の問題を配慮した結果で、あるという見解軟弱地盤上に、ドックのような巨大構造物を構築するにあたり、意図的に軽量な材料を選択したとする見解。横須賀ドックのような石像ドックを有明海沿岸地域の軟弱地盤上に構築した場合、 不動沈下を起こして、巨壁が崩落することを、当時の技術者も予見できたとする考え。1から3いずれの見解が正しいにしても、このドライドックは、土木史的なびに建築史的にも稀有な構造物で、ある。材料や立地等の点でも、近代のドライドックと異なる発想をもとにした技術で構築されたことは、想像に難くない。技術史上の位置づけ。 編集ほぼ同時期の横須賀製鉄所ドックが外国人主導で建設されたのに対し、三越海軍所のドックは日本人が独自に設計、建設した最初の西洋式ドライドックという点で他に類を見ない存在である。幕府主導のドック建設とは異なり、佐賀藩の場合は得られる情報が限られていた上、有明海沿岸の極めて軟弱な地盤に構築せざるを得なかったことが、 かえって創意工夫を生む要因となった可能性が高い。現代との接点、編集発掘調査で報告されている以降は、在来技術とも、西洋技術とも言い難い性格を有する。当時の佐賀半量のみならず、他地域でも、同様の事例は発見されていない。在地の技術者が慣れ親しんだ技術に改良を加えつつ、断片的にしか得られない、西洋技術を、 独自の解釈のもと導入した結果、極めてユニークな広報による構築物が出現したと考えられる。西洋技術の体系的学習と模倣を技術的基盤とする近代以降の構築物にも、当然ながら、三越海軍所跡と同様のものは現れなかった。近世から近代へ、在来技術から西洋技術へ、時代転換期の困難な局面を見事に乗り切った。 技術者たちの営みを具現化した存在でもあり、現代社会の産業開発の指針となる絵がたい、教材と言える。佐賀藩海軍の磁気食器佐賀藩海軍の磁気食器マイナスに三十鬱海軍所の特徴的な遺物として、海、船、役といった海軍所を連想させる、文字名と、なだ古し長文と呼ばれる文様を組み合わせた非全時期が挙げられる。なだ古し長文は、長が、 海の波間を越える姿を描いた一見不思議文様で、三越海軍所以外では、鍋島汎用等に類例が参見されるのみである。海軍所ではこの、なだ腰長文を描いたワニや、ラ等が多数出土していることから、長が波頭を越え飛翔する姿に、激動期に設立した反海軍所の姿を投影した特注品と考えられている。用途としては、 海軍処備品や関西食器が想定されており、シダ用等の自販内の窯で製作されているという、洋式白用ロープ洋式白用ロープが出土しており、海軍所の選挙が蒸気船も含めた洋式船を運用していたことを裏付ける異物となっている。また、ドックや排気土航から大量の石炭が出土しており、文献記録調査や化学分析が実施され、最短地への発注内容、 品質、産地推定結果が報告されている。三越海軍所の閉鎖された年代は明らかではないが、1867年に母親戦争に出兵する藩兵の乗船地になったとの記録が残っている。1871年には、鍋島の馬再発が三越に到着、佐賀城に移送された記録がある。海軍所廃止後は1902年に、 佐賀軍立会員養成学校が設立され、佐賀軍立校首相選学校、佐賀県立佐賀商選学校を経て1910年に佐賀商選学校となった。佐賀商選学校は1933年に閉校するまで同地域の会員養成学校として多くの卒業生を海運業界へ排出した。遺跡は調査後は埋め戻され現地は三重海軍所で活躍し後に、 赤十字社を起こした佐野城民を記念した佐野記念公園となっている。現地に設置された説明板で海軍所の施設配置等について確認できるようになっているが当時の活気ある状況を想像するのはかなり難しい。これは発掘された遺構が木や土で構築されているため壊れやすく貴重な資産を保護して後世に残すためやむを得ない処置とのことである。 2005年に公園整備した際に、両風丸をほぼ実物内で模した遊具が設置されたが、2014年10月3日に行われたユネスコ諮問機関国際記念物遺跡会議の現地調査に際し、学術的検証に基づかず誤解を与え、遺跡保存上も遊具があることは望ましくないとの判断で撤去された。遺跡隣接地には佐野城民記念館が建築され、 三重海軍所ドッの模型や実物を写真パネル、出土遺物展示、3D 映像によるドック使用方法や佐賀阪金外課事業のインフォメーションコーナー、佐野城民業績と赤十字関連展示、関連図書閲覧、3D 動画コーナーが常設されている。1階3階は無料。2階のみ有料。佐野城民記念館受付で屋外での 遺跡見学補助のためヘッドマウントディスプレイを無料で貸し出している。公共交通によるアクセスは、佐賀駅、バスセンターから、佐賀市 A バス20番、早津号域で約30分の佐野城民記念館入り口、もしくは西鉄柳川駅から、西鉄バス6番、早津号域で約30分の終点、早津号が最寄りである。ありがとうございます。